どうも、ダイブです。今回の動画はですね、ストレスを激減させる言葉をですね、ご紹介したと思うんですけど、この言葉を覚えるだけで、なんとですね、ストレスが減るということが分かりましたっていうですね、すごい研究になります。はい、これをご紹介したいというふうに思います。はい、こんなふうにこのチャンネルでは様々なですね、心理学や科学のですね、研究から皆さん人生に役に立つ知識を、毎日ご紹介しているチャンネルになりますので、もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ニコニコもやってるんで、よかったらニコニコ見てください。ちょっとニコニコだとね、YouTube で言えないようなちょっとエロい話とかもするんですけど、はい。エロの心理学ね。はい。まあ、それは置いといて。で、今日はですね、僕らがどうすれば、ストレスに強くなるのか、でそういうですね研究っていっぱいあるんですけど、実は言葉ある言葉を選んで覚えてるだけでもストレスが減るよってことが分かってるんです。これ何かっていうとですね、実はですね、感情に関する言葉なんですよ。感情に関する言葉、自分の感情表現の言葉ですね。でこれいう言葉をたくさん持ってる人ほどストレスに強いし、ストレスから立ち直るのが早いってことはですね分かってるんですね。はって話ですね。どういうことかって話なんですけど、これですね、ノースイースタン大学の心理学者の、リサ・フェルドマン・バレットさん、のですね本ですね、 How Emotions Are Made っていう本があるんですけど、感情がどうやって作られるかみたいな本ですね。こういうところにですね、この本にもまとめられてるんですけど、まあこれどういうことかっていうと、僕らって結局ですね、感情知性っていうふうに言うんですけど、その他人と自分の感情がよく理解できたりとか、自分の感情をコントロールできる能力と同じなんですが、つまり感情をわーって爆発させちゃう人、爆発させやすい人っていうのは他人の気持ちもわからないんですね。だから気持ちがこうアップダウンが激しい人っていうのは他人の気持ちも実はわからないんですよ。そうで、こういうふうに、他人の感情と自分の他人の感情を理解して自分のですね、感情をコントロールできる能力のことをですね、いわゆるこう、感情知性というふうに一応言われてるんですね。はい。2007年とかの、メタ分析研究とかを見ても、この感情知性っていうのが高ければ高いほど、まあ、健康的になるし、でかつですね、人間関係も良くなるし、いいことだらけだと、でしかもストレスにも強いというふうなことが分かってるんですね。じゃあこの感情知性ってどうやったら鍛えられるのかっていうと、さっき言った通り言葉なんですよ。でこれなんで感情に関する言葉をたくさん持ってるといいかっていうと、なんて言うんだろうな、分かりやすく言うと、例えば最高と最悪っていう感情しかなかったとします。仮にこの2つの感情に関する言葉しかなかったとしても、よく最高とか最悪とか言う人いるじゃないですか。そうで、こういう2種類の言葉しかないと、ちょっと嫌なことがあったらもう最悪になっちゃうんですよ。でちょっといいことがあるだけで最高になっちゃうんですよ。だから本当にちょっと優しくされただけで、あの人最高ってなっちゃってね、コロッと騙されたりとか、ちょっとだけ嫌なことがあっただけでもう一日中こんな風になっちゃって最悪みたいな風になる人がいるじゃないですか。人生無駄にするタイプですけど、でこういう結局その感情、自分の感情をなるべく細かく表現できる、感情のですね解像度が高い人の方が実はですね、ストレスにも強くなるし、他人の感情も理解できるし、自分の感情もコントロールしやすいんですよ。なんでかというと、まあ簡単ですよね。どれぐらい嫌なことなんだろうって考えて、それを的確に表現できれば、最悪ってマイナス100になるんじゃなくて、まあ、ちょっと嫌な気分だけど、まあマイナス8ぐらいだから、まあ別に気にしなくてもいいよねみたいな風に思えるかもしれないし、例えばちょっといいことがあっても、騙されないわけですよ。ちょっと悪そうな人がちょっと優しくされただけでコロッといっちゃう人がいますけど、いやでも待てと、この優しさはまあ普通に考えたらプラス10ぐらいだと、でもこいつどう見てもマイナス60ぐらいに見えると、そう他の言葉遣いとかね、なんかやり方見てるとみたいな風に冷静に考えられるようになるんですよね。だから、その感情を分解していくのはすごい大事なんですよ。例えば最高っていう感情があったとしたら、その最高って感情は幸せなのか、それとも満足感なのか、なんかこう例えばリラックスして最高って意味なのか、それともこうなんかね、運がいいってことに対して高揚感なのか、それともアドレナリンが出ているこの興奮感なのか、それともあ最高に面白いものみたいな、そういう自分が興味をそそるものなのか、例えばその最高ってのがみんなから感謝されて嬉しいっていう、他人を助けた時による感謝なのかみたいな風にですね、こう細かくですね、どういう感情なのかと分類していくのが大事なんですよ。だからいわゆるこうネガティブな感情でも同じなんですけどね、例えば最悪ってのもどういう最悪なの、悲しみなの、怒りなので、悲しみだとしたらどんな悲しみが入ってるの、裏切られた悲しみなの、それとも期待と違う方向に行ってしまった悲しみなの、それとも、まあ、命に対する悲しみなのか、何なのか、哀れみなのかとか、いろいろあるわけですよ。でこういう細かい感情に自分の感情を分類して表現するためには、感情を表す言葉がたくさん必要なんですね。だから要するにメンタルをですね、いい状態に保って、しかも健康になるし、人間関係も良くなるしっていう、この感情知性をつけるためには、そしてストレスに強くなるためには、自分の感情あるいは他人の感情を表すことができるような、感情を表す言葉ってのをどれぐらいたくさん持ってるのかってことがですね、大事だよってことなんですね。そう、面白いですよね。そうだから、自分の、内側でこのストレスはこういうもんなんだとか、例えばその嫌なことされて最悪と思った時に、上司最悪と思った時に、その上司に対する最悪という感情は、例えばそれは怒りなのか、怒りだったらどんな怒りなのか、
悲しみなのか、どういう悲しみなのか。例えば怒りだったら、理不尽なことを言われたことに対する怒り。じゃあどんな怒りかっていうと、自分がやりたくないことを強制されていることに対する怒りを自分は感じているんだな。でも少し悲しみもあると。なぜかっていうと、上司のためにいろいろ良かれと思って頑張った後にそれを認めてくれなかった、他人に認められない悲しみがここに入ってるなみたいな風にですね、しかもそれによって時間が伸びてしまうことによって、自分のですね、例えば大事な僕だったら猫と過ごす時間とかが減っちゃったと。あ、これに対する悲しみ、猫に対する申し訳ないという悲しみみたいな風にですね、こう分けてくるんですよ。まあ、紙とかに最初書いてもいいと思うんですけど、でこういうのを分解してってあげると、何が起きるかっていうと、脳がですね、ストレスに対する対策を思いついてくれるんですよ。例えばその自分が感じているその嫌に なストレスを感じた時の感情が怒りなのか悲しみなのかすら分からなかったらどうなるかっていうと、対策が取れないんですよ、脳としては。悲しみだったら例えばリラックスしたりとか、あの心を落ち着かせようとなるし、怒りだったらじゃあ例えばそれをどうやって発散するのかみたいな風に脳が考えるんですけど、このですね、感情がちゃんと自分の頭の中で分類できてないと、脳が対策をできなくてパニックになっちゃうんですよ。でこのせいでどんどんストレスが増えていって、そのストレスのせいで人間関係が悪くなったりとか、ね、食べ物をどか食いしちゃったりとか ね酒をねガブ飲みしたりとかして、メンタルも体もボロボロになっていくと。だからこれある意味ですね、言葉語彙力があるかどうかっていうのは人生を左右するってことなんですよ。だからぜひ皆さんもですね、語彙を鍛えましょうというお話でした。ちなみにこれ一時でもね、辞書とか読んだりとかしてですね、言葉をですね、覚えていくのはめんどくさいっていうふうにですね思ったりとか、あとはなんかこう自分の感情にピンとくる言葉がないみたいな方もいると思うんですけど、こういう場合ですね、おすすめなのがですね、海外の日本にはない言葉をちょっと勉強する。これ普通に雑学として面白いです。あともう一個は自分で造語を作っちゃうってですね、のも全然ありですね。例えばまあ笑いますけど、そうですね、ネガティブな感情だったら有名なのはドイツ語でシャーデンフロイデって感情があるんですけど、これは何かっていうと、他人の不幸をね見た時に感じる喜びのことをシャーデンフロイデって言うんですよ。最悪の感情ですけどね。ちなみにこれ人間はね、この感情持っちゃったようにしょうがないんですけど、みたいなものとか、あとはですね、シンパティクシュっていう言葉があって、シンパティクシュって言葉があって、これ何かってハンガリー語なんですよ。発音ってるかしか分かんない、シンパティクシュって読むと思うんですけど、あのハンガリー語なんですけど、これ何かっていうと、あの初対面で会った人に対して、ああこの人はすごいいい人だなっていう風に感じる感情をシンパティクシュっていうらしいですね。そう、こういう風にですね、変な言葉がいっぱいあるので、こういうのを覚えてみても、あ、今自分が感じた感情はシンパティクシュなんだとか、あ、今俺はシャーデンフロイデを感じてしまってるみたいな風にですね、こういろんな自分の感情をですね、言葉で表せるような語彙を持っておくと、よりですね、皆さん人生が良くなるし、ストレスにも強くなると思うので、ぜひ勉強してみてください。というわけで今日はですね、そんな言葉をですね、勉強できるようなですね、本をいくつかご紹介しておきます。1冊目がですね、これ前も紹介したんですけど、学研さんの、感情言葉選び辞典という本ですね。まあ、普通にあの自分の感情、怒りだったらその怒りってページ開くと、怒りに関するいろんな感情がわーって出てるんで、結構面白いですけどね。はい、まあ、ちょっと辞書っぽい感じになりますけど、まあ、あのそんなに辞書みたいなでかくはないので、ぜひ読んでみてください。であとは僕がおすすめするのはこっちなんですけど、エラ・フランシス・サンダースって人が、ね、出してる2冊の本なんですけど、1つ目がですね、翻訳できない世界の言葉っていう本で、2つ目が誰も知らない世界の言葉だと思うんですけど、めちゃくちゃ面白くて、日本にはですねないような言葉とか、日本にはないような言葉とか書いてあるんですけど、これ見るとです、あ、そういうこともあるねとか、あ、自分の今置かれた状況はこれだみたいな風なのですね、結構その世界的な視点で捉えられるんですよ。日本のね中だとやっぱり僕も息苦しいタイプなんで、なかなか日本の文化に馴染めんなみたいな、日本のなんかこうね年功序列な会社に馴染めんなみたいな方はですね、読んでみるとハッとすると思うので、ぜひですね、読んでみてください。今日のおすすめの本は番組説明欄の方に入れておきますので、チェックしてみてください。で今日、ストレスの話をしたんですけど、でもとはいえやっぱりね、強烈なストレスに悩まされる人っているんですけど、こういう方のですね、本当逆境というか強烈なストレスを突破するための方法をですね、まとめた動画、今日の続きの動画として。ご用意してあります。今日の続きの動画はコメント欄からご覧ください。今日の続きはトラウマの先の圧倒的成長、 PTSG っていう風にですが、 PTSD ってありますけど、こういうですね、本当隣の親友がですね、戦地でですね、あの爆破されて粉々になったみたいな、そういうレベルの強烈なトラウマが関わった人もですね、一定数の人たちはですね、 30% ぐらいだったかな、ぐらいの人たちはそれを乗り越えて、さらにですね、そのトラウマが起きるよりも前よりも人生の質が高まるみたいな現象が起きるんですよ。こういうストレスを乗り越えて成長するためにはどうすればいいのってことをですね、解説した、放送になりますね。もしよかったら、コメント欄の方からぜひ、PTSG をですね、目指す、ストレスを、力に変える心理学ですね、こちらの方チェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。